はようございます、こんにちは、こんばんは。バス釣りの話でございます。皆さんどうもごきげんよう。今日はですね、はい、定額減税がですね、6月から導入されるんですけれども、はい、給与にですね、必ずいくら減税されたよっていうのを明記するのがどうやら、法律かなんかで決まってるらしくて、まあ、書かない企業は、まあ、法律違反ということで、まあ、林さんがね、今日言ってたんですけれども、まあ、その後ね、まあ、罰則規定はないということは確認できたんですけれども、本当にね、わずか1年のためにね、そんなね、やる企業は果たして大企業ぐらいしかないんじゃないの？中小零細なんてさ、そんなやる暇ないでしょ。手間もないし、工数もないし、ね、ずっとそのまま続くっていうんだったら、まあそういうのを設けてもいいかなって考える、ね、経営者もいるかもしれないけど、だって1年しかないでしょ。1年しか。なんか内閣不一致だか知らないけど、まあ自民党の、積極財政派木原誠二さんが、まあ経済が悪ければ1年2年やるかもしれないねみたいなことを言ってくれたら、まあ言ってくれた、まあありがたいね、言ってくれたんですけれども、まあ鈴木の財務大臣と林の官房長官が、いや、やらないよみたいな、1年の終わりですみたいなねなんなんだと、お前らちゃんと意見さ、ちゃんとまとめろよと、自民党として、まあ政府として、まあね、そういう含みを持たせてるんだったらそれでいいじゃん、まあね、まあ財務大臣と林さん、まあ緊縮財政派すから、それはもちろんね、1年で終わりだと、なんだったら1回で終わらせたいみたいな、絶対思ってる。1回じゃないわ、1ヶ月で終わらせたいと思ってるような連中ですから、で12ヶ月にもね、国民が民を苦しませることが彼らの目的ですから、はい、ちょっと言い過ぎかもしれないけど、まああながち間違ってないと思うぜ。だからなるべく給付は少なく短く、ね、積極財政なんかしたくないみたいな、増税がやりたいみたいな、ね、そういう人たちですから、まあね、減税なんてしたらね、国民をね甘やかすなんてね、言ってることを思ってる奴らですからね、それはまあ減税なんてやらないですよね、なるべくね。けどね、バスジャーの人ちょっと突っ込みたいんですけど、はい、こいつらさ、まあ10年以上さ、デフレ脱却目指すって言って、まあできてないわけじゃないですか、その辺ではね、この辺もさ、法律で明記してさ、デフレ脱却できなかったらさ、お前らもなんかバップしろよってね、なんかやんねえとさ、言ってるだけでさ、口だけでさ、全然やらねえんだからさ、積極財政なんてさ、やることは増税だろ、そんなことばっかりしてっからさ、まあ日本経済よくあんねえなんてさ、火を見る明らかなんだ。本当、まあ林もさ、まあ鈴木もさ、まあ財務省の区別でバカだしさ、岸田なんかも全然積極財政する気ねえしさ、本当にね、年間1人4万円でさ、こんなドヤ顔されてったら困るんだって。40万円やったって多分できる脱却出ないと思いますよ。まあ今日はね、本当悪口ばっかりになっちゃってしまってしまったんですけれども、まあ、まあ法律がある限り、まあね、政治家はまあ破ってはいけないっていう風に言うしかないのは、それはしょうがないんですけど、だったらしっかりさ、積極財政してさ、こんなんとっととさ、やめられるような経済状況を作るのが、まあ政治家の役目じゃないかなと、バスの話はね、強く思いました。以上の話になります。禁止ですよ。ぶっ壊す。